はやっぱりピアノって一人で全て舞台でしなきゃいけない。で、良くも悪くも一人で全て完結できてしまう楽器なので、まあ、もちろんその音で語らなければいけないっていうのはもう重々承知の上ですけど、でもやっぱりこう人とおしゃべりするのがすごく好き。やっぱりなんかこう誰かとこう接点を持ちたいっていう気持ちはすごくあって、まあ、それですごい喋るのが好きっていうのがあります。まあ、今年ラフマニノフイヤーと、まあ、プーランクイヤーということで、まあ、今まで弾いてきたたくさんのレパートリーの中から、まあ、厳選して、その中でも自分の中のすごく思い入れのある作品で、特にプーランクは、まあ、フランスもので、まあ、ドビュッシー、ラヴェル、サティでたくさん結構日本でも弾かれるんですけど、プーランクってあんまりまだ馴染みのない作品なんじゃないかなと個人的に思っていて、まあ、ラヴェル、ドビュッシーとはまたちょっと違う音色、和音、ちょっとシニカルな感じで、ちょっと意地悪だったりとか、すごく美しい曲に和音だったりとかメロディーだったりとか、そこってすごく他の作曲家にはない美しさ、特徴だったりするので、そこがすごく面白いんじゃないかなと思います。プーランクは私の先生の先生にあたるんですね。だから私孫弟子って自分で言ってるんですけど、数ヶ月前にその私のその師匠、またプーランク の, そのお弟子さんの私の先生 の, そのタッキーの先生が数ヶ月前に亡くなったんですね。なのでやっぱりそこの思いっていうのはすごく強いものがあって、で今回弾くプーランクのナポリっていう作品なんですけど、これはそのパリの私が留学してた時代、お兄さんタッキーの先生から直接習った作品でもあるので、タッキーの先生がこう楽譜に書いてくれた注意書きだったりとか、そういうのも残っていて、まあ、自分の中ですごく思い入れの強い作品かなと思っています。まあ、プーランクの作品で、まあ、ピアノの作品だけじゃなくて歌曲だったりとか他のトリオだったりとか、いろいろな面白い作品がたくさんあって、でピアノの曲って逆になんかすごい短い作品ばっかりがすごく残されていて、そこの独特な和音、不協和音のその美しさだったりとか、あとキャラクターの面白さっていうのがすごくプーランクの作品ではすごく特徴的かな。で特にノベレッテの一番は私が個人的にすごく好きな作品で、聴いてて愛おしい作品だなって思いながら聴いています。もう練習しかないんじゃないかな。もう練習することしか準備ってできないし、まあ、もちろんその本番のその大きさ、キャパの大きさね、例えばまあ今回の東京文化会館は650人なんですね。ってことはじゃあ少し表現を大きめにしようとか、やっぱり一人の人に伝えるだけじゃなくて、やっぱりその大きな人数に例えばなればなるほど少し表現力をやっぱ大きめにしたりとか、まあ、音の飛ばし方だったりとか、そういうことはもちろん予想と予測はもちろんするんです。そりゃ試験の山をかけるじゃないけど、まあ、ちょっと山を張るかなじゃないけど、そういうこともするけど、でも結局はやっぱりできることっていうのはやっぱりもういつもやってる通りにしかならないから、まあ結局だからそれをこう意識した上で、常にこう頭の隅に置いた上でその音色作りだったりとか、音の飛ばし方だったりとか、フレーズの長さだったりとか、そういうことをまあ心がけながらも、まあ結局はまあやった通りにしか、思った通りにはならない、結局やった通りにしかならないから、結局はもう練習あるのみなのかなと思います。まあ、あとは結局もう本番はもう本当自分一人だし、誰も助けてくれないし、視聴率 120% の中で弾かなきゃいけないって、すごくやっぱりプレッシャーとストレスと責任感がやっぱりすごくかかること、なんだかそこに負けない自分の強さ、孤独との戦いじゃないけれども、やっぱりそこに打ち勝つ強さ、あとは自分を信じれることっていうのはとても大切な強さなのかなと
難しいね、それね。まあ、個人的には別のジャンルの音楽はまあ別のものなのかな。なんか一緒にしてはいけないというか一緒にするものではないのかな。やっぱ比べちゃうと逆にそれをなんかコーツつけちゃうし、それはそれ、これはこれっていうふうに楽しんだ方がいいのかなって思うんだけれども、でも結局そのルーツとか歴史って結局つながってたりするから、それが点と点となってこう線でつながってる時に気づいた時っていうのは、あ、ここってこういうふうなことだったんだっていうのは発見した時の喜びっていうのはすごくあるかなと思っていて、私自身別にクラシックだけじゃなくて他の音楽聴くのすごく好きだし、まあ、他の美術、アート、芸術見るのすごく好きなんだけど、いろいろやっぱり見聞きした方がいいなっていうのは個人的に思っていて、やっぱり一つだけのジャンルじゃなくてお料理とかとも一緒かなと思って、例えばフレンチだけを食べるではなくて、やっぱり和食を食べたり中華を食べたりフレンチを食べたり、なんかいろいろなそのお料理を食べた上で、あ、やっぱり私の口には和食が合うなとか、そういうのをなんかこう最終的に見つけることっていうのはすごくいいんじゃないかなと。たくさんのいろいろなね、ジャンルの音楽だったりとかアートだったりとか、そういうのをたくさんぜひ聴いてほしいなと思っています。難しい。私断然自分が弾くよりも聴く方がすごく好きで。やっぱり自分が弾いてると良くも悪くも、やっぱりなんかこう、もっとこうすればいいのにとか、こうした方がいいのにっていうのはすごく毎回毎回やっぱり出てきて、弾いてて良かったなっていうのを感じることはごく稀。で、そんなにこう、弾いてる最中に、わ、すごくいいなって。まあ、それは作品がすごく良くて、あ、なんて美しい曲なんだって思うことはもちろんあったとしても、すごくそのピアノを弾いてて、あ、なんか、弾いてる最中にね、弾いてる最中に、あ、良かったなって、まあ、思うことってごく稀です。で、まあ、終わった後とかにもちろんそのお客様からのね、その言葉とかいただいた時に、あ、なんかしててよかったな、弾けててよかったなっていうこともあるし、で、まあ、弾けないとやっぱお客様と会えなかったわけじゃない？まあ、私がピアノ弾けたからこうやって皆さんとこうやって会うこともできるし、こういう作品も弾けるわけで、で、さらにそういうね、少し会話したりとかしてすごく良かったよっていう言葉いただけるって、やっぱり弾けたからこそできたことだし、まあ、また地方に行けたりとかね、海外に行けたりとか、そういうことってやっぱりピアノできたからこそ、まあ、得れている経験なのかなとは思います。まあ、あとはあれかな、生徒さんがすごく喜んでる姿とかはすごく先生としてはすごく嬉しく感じたりします。